バンザイクリフ周辺の慰霊碑、クヨ島バンザイクリフとは、北マリアナ諸島サイパン島最北端の岬である。正式名称は、分担サバネタ。太平洋戦争中、日本軍司令部がサイパン島北部にあり、アメリカ軍の激しい戦闘において、追い詰められた日本兵や民間人が、スーサイドクリフと同様に、アメリカ兵からの投降勧告、説得に応じず、 80メートル下の海に身を投じて、自決した悲劇の断崖である。多くの自決者が、天皇陛下、万歳や、大日本帝国、万歳と叫び、両腕を上げながら、身を投じたことから、戦後この名で呼ばれるようになった。自決者の数は1万人に上るとも言われていて、海は、血で真っ赤に染まり、死体の海と化した。後、サイパン島南太平洋地域の、 平和記念公園として整備され、慰霊碑や寺院が混流されており、崖周辺にある多数の供養塔とともに観光地の一つとなっている。慰霊碑へ向かう道の途中には戦車が行きされていて見学することができる。第二次世界大戦後60周年の2005年6月28日、皇室としては初めて、秋人天皇、道子皇后が万歳クリーフを 以礼のため訪問した。かつては英語化された音で末肥岬と呼ばれた。日本統治時代の地名も末ピで、古い文献にもそのように記されている。プンタンサバネタという古称は現地の言葉であるチャモロ語での古称である。北マリアナ政府はこの岬を正式にプンタンサバネタに変更したが、世界では万歳クリフが使われている。 ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。慰霊碑に、強化、犠牲者追悼韓国人の石踏みも、共同通信社。 47news,http://www.47news.jp/.cn/.200506/.cn2005062801000972/.html2012 年10月26日閲覧。ありがとうございます。